BTS が6月10日デビューから9年間の歴史を一つにまとめたアンソロジーアルバム Proof を発売しました。新アルバム Proof は昨年7月9日にリリースしたデジタルシングル Butter 以降約11ヶ月ぶりだといいます。 BTS の過去と現在未来に対するメンバーたちの思いが盛り込まれた今回のアルバムは計3枚の CD で構成され、タイトル曲 Yet to Come をはじめタルリョラバンタン For Youth など新曲3曲と歴代アルバムのタイトル曲7人のメンバーたちそれぞれが選曲したソロ曲やユニット曲、さらに未発売曲スペシャルバージョンなど3枚の CD に計48曲が含まれました。特に注目される新曲3つについて簡単に説明すると、タイトル曲である Yet to Come はミディアムテンポのヒップホップジャンルで、 BTS が歩んできた音楽を振り返ると同時により一層輝かしい未来を約束する曲だといいます。実際にミュージックビデオを見てみると、これまで BTS の音楽に登場したシーンが幾度となく現れ、これまでの歴史をまとめた集大成とも言える内容ですね。また BTS7 人のメンバーたちは爽やかな雰囲気のメロディーに乗せて力強く、僕たちの最高の瞬間はまだ来ていないという希望的なメッセージを伝えてくれます。2つ目の CD の始まりを飾るタルリョラバンタンは BTS のデビュー当初の自由奔放なイメージがそのまま感じられる曲です。ジャンルはアップテンポヒップホップで、デビューから彼らは本当に大きく成長しましたが、それでも現状に満足せず、これからも走り続けるという BTS の決意を表したといいます。歌詞が KBS の放送不適格の判定を受けたことでも話題となるなど、 BTS らしいストレートな言葉で表現している曲になっています。最後にファンソング For Youth は BTS が ARMY に贈るプレゼントソングで、3番目の CD のフィナーレである今回のアルバム Proof の最後を締めくくる楽曲でもあります。2016年に発売されたアルバム歌謡年歌 Young Forever の収録曲エピローグ Young Forever をサンプリングし、実際の BTS 公演でのファンの歓声で始まる感動的な歌となっています。歌詞もアーミーたちがいたからここまで来れたことを歌い、最後まで聴くとなんだか切ない気持ちになる楽曲です。他にも歴代のタイトル曲や未発表曲など盛りだくさんの内容となっている新アルバムですが、販売開始前に BTS のメンバーたちは所属事務所ビッグヒットを通じて今回の Proof について一人一人コメントを残したのでご紹介したいと思います。まずリーダー RM は、新曲を初めて公開するときはいつも震える、多くの方たちに喜んでいただきたい。 Proof はデビュー9周年を迎えた BTS がチャプター1を終える特別なアルバムだ。この9年間を共にしてくれたファンのためのメッセージが中心だけに、歌詞に最も力を入れた。このように緊張していることを素直に明かしながら、今回のアルバムは歌詞に注目してほしいこと、そしてこれまでの9年間の音楽が一区切りとなったこと、 BTS がチャプター1を終えたという言葉で表しました。終えたという表現が少し寂しい気持ちにさせますが、 Yet to Come のミュージックビデオを見てみると、多くのアーミーたちを熱狂させた歌謡年歌の特徴的なシーンが連続して登場し、最後にスクリーンが閉じる演出は一つの音楽シリーズの幕を閉じたことを暗示するようにも感じます。ただこれで BTS が終わりということではなく、インタビューでもこれからもずっと一緒に青春を過ごしましょうと話したように、これからチャプター2、チャプター3と新しい歴史を築いてくれることでしょう。続けてジンは、Proof は BTS の歴史が込められたアルバムなので、9年の記憶が次々と思い浮かぶ。私もたくさん聴くだろう。公開されていない楽曲や未発売曲もあり、ファンの方たちも楽しめると思う。このようにファンと共に歩んだ BTS の過去を懐かしみながら、思い出の詰まったアルバムであることを教えてくれました。SUGA は BTS の歴史が盛り込まれたアルバムのため、曲の配置にも気を使った。最初のトラックからアルバムを順に聴くと楽しさがよりあると思う。新しいアルバム Proof に9年間の私たちの旅路を込めることができて光栄だった。
聞いてくださる方たちは、私たちの足跡に沿ってもう一度歩いてみてほしい。このように曲順にも注目してほしいこと、さらにできればアルバム通りに聴いてほしいことを訴えています。1枚目の CD はこれまでのタイトル曲が歴史順に並べられ、2枚目は新曲タルリョラバンタンを皮切りに、メンバーたちのソロ曲やユニット曲がラインナップ。3枚目のフィナーレはファンへのプレゼントソング For Youth。 いつもシャッフルで聴いてる人も順番に再生し、BTS のストーリーを感じてみてはいかがでしょう。 J-HOPE は久しぶりにアルバムを発売するので嬉しくてワクワクしている。一日も早くアーミーの皆さんと一緒に楽しみたい気持ち。プルーフは BTS とアーミーの記録を整理するアルバムで、私たちの時間と思い出がそのまま盛り込まれているので、さらに特別な作品だ。 BTS の魂が込められているのでたくさん愛してほしい。このようにアーミーへの思いも伝えながら、今回のアルバムがどれだけ特別であるかを情熱的に語りました。ジミンは久しぶりに発売するアルバムなので嬉しくて不思議な気持ちになる。これまで発表したタイトル曲、発売されなかった曲も公開することになり、より特別なアルバムだ。僕とメンバーの感情を探り、一緒に話すことができて、より特別に感じられた。このように新アルバムへの独特な感情を表現しながら、アルバム制作過程でメンバーたちと共有した時間も新鮮だったことを明かしました。美は私たちの9年の旅路が盛り込まれたアルバムだけに、いつも私たちを応援してください、新しい歴史を作ってくれたファンの方たちに大切なプレゼントになることを心から願う。このようにシンプルながらファンへの愛と感謝を込めたコメントを残しています。そして最後にジョングクは、プルーフは非常に分厚い本を一冊書き終えた感じ、今までのアルバムと同じように全ての部分にこだわって作り、これまでの BTS の時間と今の感情が浮かぶアルバム。このように新アルバムのボリューム感を伝えつつ、 BTS の歴史が深く感じられる作品であることを語りました。実際に48曲という楽曲を全て聴き終えた時、どのような感情になるのかも楽しみですね。今回の新曲 Yet to Come はリリースから1時間でメロントップ100チャート1位を獲得、 iTunes Music 1位、YouTube 急上昇1位など記録ラッシュの予感がしています。また最近はダイナマイトなど大衆性を重視した楽曲が続きましたが、今回アーミーに向けた BTS らしい音楽でも世界的な人気を証明したことは、彼らの影響力の強さも感じられるでしょう。今後も音楽番組出演など公開されているスケジュールが目白押しなので、彼らの活躍から目が離せません。